40。私はベルサイユ宮殿から来たフランス人形バニラです。はい、佐々木さん、今日は何をしましょうか。バニさん、何？恋愛相談乗ってください。いいよ、恋愛恋愛とかしたりするの佐々木って。いや、できないから困ってるんですよ。できなさそ そう。できなさそう。え、恋愛はできるんだろうけどさ、うん、なんかうまくいかなさそう。僕ね、うん、会社に好きな人がいて、うん、ガチガチ、え、ツインプラネット。いや、言わないでよ。なんで言うのそれ。わかることじゃん別にさ。新人。いやちょっとそこまで言わないですけど、まあ、先輩なんですけど、先輩そうだね、年上好きなもんね。いやただ年は一緒なんです。あ、年一緒なんだ。そんなことあるんだね。いや無理だと思う。ね、待って内容聞いてまずちょっと。いや、なんかもう今思ったけど無理だって。ちょっと内容聞いてね、みんな無理だと思わない。僕は仲がいいと思ってて、うんうんうん、よくご飯とかも行ったりするんだ。行ったりしてます。で、向こうからも誘ってきます、うん、あ、いい感じじゃない。いや、これって気があるのかなって気になっちゃうんだ。そう、ご飯行こうって言われたら気になっちゃうの。え、気になる。ちょろくない。ご飯だけど落ちるの。いや、そうだけど、だって2人きりですよ。2人で、ね、ご飯でみたいな。あ、もう確かにきっとご飯は行きたくないもん。ちょっとすごいじゃん、嬉しいよね。だからなんだろう、女子目線で気が分かんない、教えてほしい。え、先輩なんだよね。でもまあ先輩ですね。社歴は後輩だったらなんかまあワンちゃんちょっと仕事とかのこともっと学びたくて、うんうんうん、教えてもらいたいな的なあれもあるかなと思って。先輩だったら確かにね、ガチかもしれないよね。本当ですか。でもそんな人いるのかな、よこの世に。いや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 、本当。え、それなんかの、え、アニメの話。アニメの話じゃない。アニメゲーム。そうそう、違う違う。俺バニーさん、ときめも。そう、違う、そこ一緒にしないの。え、でも嬉しいな、なんか佐々木とご飯一緒に行きたい女の子がいることがなんか良かったって。何それ。良かったね、佐々木。それはどのポジションから言ってるんですか。何それ。マザヤテレサ的な。母親目線。うちの佐々木がみたいな、どうもみたいな。聞きたいのは、女子がする気がある男子にしちゃう行動的なの。私に聞くそれでも。いや、わかんない。なんか言うじゃないですか、あの一発目のデートっていうか2人でご飯行くときに何を食べるかでちょっと親密度が変わるみたいな。うーん、で俺が聞いたことがあるのは、あんまり親しくない人とは焼肉は行かないみたいな。で、僕は行ったことないですよ、焼肉は。あー、うん、私別に焼肉ぐらいは友達でも行くかな。いや違うくない？多分あれじゃない？お鍋とかじゃないの？同じ鍋つつきたくないとかあるじゃん、好きじゃなかったらなんか唾液とか入りそうで気持ち悪いじゃん。え、どうなんだろう、そう、食べ物とかでは関係ないかも。じゃあ、はい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 、なんか酔っ払って肩とか組む人いるじゃないですか、あれ何みたいな。女の子で、女の子、それただの酔っ払い。ねえ、もう夢も希望もないこと言わないでくださいよ。私はでも酔っ払っても肩を組んだことがないから。腕組むみたいな腕、うん、好きじゃない人にはしたくないな、それは気持ち悪いかも。ってことはワンチャンある。でも泥酔だったら知らないよ、その人が。私はならないけど、うん、その人が泥酔だった場合とかでめっちゃお酒の癖の悪い人とか、わかんない、もう記憶がないかもしれないじゃん、その人は。そのこと覚えてないかも。それされたの、その人に。あー、その人によると思うんだよね。まあ、ね、私だとないから。てか逆にそんな酔った勢いみたいなのも使いたくないけどな。まあ確かにパーソナルスペースっていうのがあるから。なんですかそれ。え、パーソナルスペース知らない？知らないです。え、パーソナルスペースってさ、やっぱ本当に親しい人とか自分が好きだなって思う人じゃないとやっぱ入ってほしくない距離感みたいな。ここ、ああ、はい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 、ここからちょっと近づかないでほしいなとか。好きじゃない人と密着したくないじゃん、だって触れられたくないとか、確かにそんな距離にいたくないから。
近づいてみてちょっとアクション起こしてみる。でもそれで言うと確かに一定の距離感いつも開けられてるかもしれない。え、開けられてるの？開けられてるかもしれない。え、ご飯行っても？そう、なんとなくご飯食べるときは向かい合わせ、隣に座る？まあ、それちょっとどっちも経験してるんですけど。あ、でもめちゃくされたんだよね、酔っ払って向こう。あ、そう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 、それ酔っ払ってた時ですけどね。うん、だから確かにそれ謎っすね。いや、だから、うん、あのちょろいんだよ佐々木が単にただ単にそんなんで落ちるんだったらもう、うん、キリないじゃんそんなのみたいな。え、ちょろいんすかね僕。ちょろいんじゃない。でも確かに、でも佐々木落としたところでみたいな。ねそんな頑張ってまで佐々木を落とすメリットが私には見当たらないんだよね。これ自分で言うのも悲しいけどそうかも、うん、だから見込みあるかもしれないってことで、もしなんか好意的な感じで来てるんだったら、うん、いけるかもしれないね。これ僕はグイグイ行った方がいいですか？え、グイグイ一回だけ試しにやってみて。どうグイグイがいいですか？あのご飯は行ったことあるんだよね。ご飯じゃあなんか普通のデートっぽいプランを立てて、映画とかもう近いじゃん、パーソナルスペース的に。うん、もうカップルシートでもいいじゃん。まあカップルとかがしそうなことしてみるとか、そういうのに誘ってみるみたいな。いつもご飯とかだとさ、なんかまあ流れ的なものがあるけど、え、こんぐらいの距離感の人で、うん、同じポップコーン一緒に食べるってキモいっすか？え、どういうこと？で、だから初めて、うん、その映画を一緒に2人で見に行きます、うんうん、え、だってさ、なんかもうそこまでさ触れられるのも嫌な人と映画一緒に行きたくなくない？だってもう近いじゃん、触れそうな距離にいるし、うん、いや、わかんないけどね、別に友達同士で行く人もいるだろうけど、うん、好きじゃなくても。でも嫌いだったら行かないんじゃないですか？確かにね、嫌いかどうかっていうのを確かめれるかも、うん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 、そこから始めてみるとかも。あのね、うん、一緒に行くじゃないですか映画館、うん、で同じタイミングでポップコーンを取ろうとして、うん、あみたいなやりたい。え、キモい女子なの？あみたいなあんじゃないよそういうの思うんだ、ちょっとだけ、ね、あみたいな。え、すごい、なんか純粋な感じで、それはそれでいいかな。そていうのをやりたい。でも佐々木とはやりたくないな。なんで佐々木、あっとか言われたらもう全部ポップコーン投げる佐々木が隣にいるんだよ。それが耐えれる女の子ってまあもしかしたらいける可能性高いかもね。まあ、嫌いか普通で言えば普通になる感じじゃない？で次普通か好きかを比べなきゃいけないね。おすすめ映画は恋愛映画ですか？好きな人と映画行ったことないかもそういうの長らくないな。映画もオタ活でしか行ってないから歌プリ23回見に行ったぐらい。やばいでしょ、何ですか23回まあそんな感じで、まあとりあえず、まあ、映画館から頑張って誘ってみたらどう？はい、うん、でまたその後はその後で考えて。え、誰も興味ないんだけどそんなこと誰得なのこれ。まあそんな感じで、まあちょっとみんながなんか困ってることとかちょっと悩み相談とかね、そういう恋愛のこととかであったら、まあバニーでよければ答えれることは答えてみたいなとかちょっと思ってるんで、コメントとかに書いてもらえばちょっとそういうのも面白いかなと、はい、というわけで、はい、でまあ佐々木の恋愛模様も、ね、もしご要望があればご要望があれば続きが気になる方はぜひ続きが見たいとコメントで残していただければ続きをやるかもしれないですけど、あ、個人的には気になるけどね。ていうかいいの、その職場恋愛いいの、それ知らないんだけど。あ、わかんない、どうなんだこれもうやばいやつじゃない？そうか、いいじゃん、面白いこの動画。はい、まあ、こんな感じで恋愛相談に乗ってみましたという動画でした。この動画がいいなと思った人は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あと私はインスタとツイッターとラインブログもやってるので、そちらの方もフォローよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。今度はみんなの相談聞くね。